続いての試合に参りますよ。ステップアップ対アミュニッションです。ミラー対決だ。波動ファイター。あ、でも位置がちょっと違いますね。ステップアップ一番奥側、愛花選手が4321、タイガ選手が1135、手前バソガー選手が4321です。対するアミュニッション、まずでモケ選手が点数取っていったわけですが、丸選手4321、モケ選手1135、手前アスナ隊長選手4321となっております。さあここでタイガ選手がねタンクといった役割となっております。愛花選手とタイガ選手の役割チェンジですね。さあそしてアスナ隊長選手がタイガ選手点数取っていきます。0対2。さあすかさずシールドを貼って対応。さあ残り時間は40秒半分。さあ両面展開といった流れ、ここは真ん中で大将モケ選手が1枚を貼っていく。お互いにシールドはラスト1枚ずつ。さあここでアスナ隊長選手シールドを貼らせまいとタイガ選手狙っていきます。さあここマソダー選手取っていく。さあこの2点差はでかいか。最後のシールドを使った。残り10秒、タイガ選手の1玉も点数に変わる。あと1点逃げ切るか、アミュニション。さあ1点を取って試合終了。3対5。3対5、アミュニションの勝利です。